躍した第2戦ハイライトで振り返っていきます。パリーグクライマックスシーズンファイナルステージ第2戦、先発はオリックス田島でした。まずは立ち上がり先頭を荻野捉えたあたりのセカンドライナーでした。この後のマーティン、ストレート伸びがありましたか。いや力ありましたね。中村ストレート狙っていきましたがレフトフライでした。立ち上がりは3人で打ち取ったという今日の先発田島のピッチングです。一方のロッテ先発は三馬。三馬も本当に味のあるピッチングでしたね。球も、ね、そこそこ速いんですけども、ほとんど、ね、変化球をうまく巧みに使ってというところですよね。吉田正尚は変化球で打ち取ってのライトフライ。今も初回3人で打ち取ります。そしてゲームは2回です。ノーアウトランナー1塁でエセバリア。ここは狙い通りのダブルプレイ、ね、6-4-3 と当たってゲッツー完成でした。ランナーがなくなります。この山口も打ち取って結果的には3人で切って取ったという田島のピッチングです。本当に落ち着いてましたね。もう普通にやってましたね、はい、そして昨日はヒットもなかった杉本を第1打席センターに持っていきます。これが今シーズン初ヒット。さらに T 岡が逆方向へつないでいきます。ここでランナー2塁1塁、いいつなぎのバッティングですよ、そして足立は捉えはしましたが、ライナーダブルプレーでした。惜しい当たりでしたね。そうですね、これはもう本当もうハードラックですね。そしてゲームは後半へと入ってきます。田島の6回のピッチングですが、先頭の藤岡がレフトのヒット、ノーアウトランナー1塁ですね。この後のバントかな、加藤は送りますがキャッチャー藤見の後判断、本当にね、間一発のアウトですからね。ゲームの流れの中では非常に大きなプレーでした。どっちが先に、ね、1点取るかというところでしたから、どちらかというとロッテ側に流れが来ているような空気がありましたね。この6回大木野はサードライナーです。そしてバッターボックスは2アウトからマーティン。最後はフォークボール空振りの三振でした。両チーム無得点でゲームは6回の裏へと入っていきます。ツーアウトランナーなしから吉田正尚ピッチャー強襲。これで今がマウンドを降りることになります。ここで空気が少し変わりました。変わりましたね。またマウンドに今戻ることはできませんでした。もうこれだいぶ痛そうでしたもんね。5回3分の2球数79球でマウンド降ります。ね、空気が変わった初球でした、ね、空気が変わったと思った初球ですからね。レフトスタンドに突き刺さる先制のツーランホームラン。2対0、オリックスはこの6回に先制します。ワンスイングで捉えていきました。そしておそらく青学の河原監督の元へのガッツポーズでしょう。吉田正尚、そして杉本です。8回はヒギーズ、このキーの動きも良かったですね、その後の動きも早かった。藤岡は空振りの三振です。そして代打安田はセカンドゴロ。第1位足立がさばいて一塁へ。田島、吉田、ヒギンスとつないできました。そして最終回はクローザー平野のマウンドに上がります。最後は中村の当たり、紅林好プレイ大遠投。今日も継投で無失点、2対0で勝利したという第2戦のオリックス。今日をもって日本シリーズ進出へ向けてあと1勝、王手をかけた夜になりました。